どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。ラビーでございます。出てくると本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 ヤシ OK、 よーさ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。いつ撮影タイミングが来るか判断が正直つかない。でもとっさの場面に録画を開始したい。また誰かに見られてもそれがカメラなのか判断がつきにくい。いつでも持ち歩ける超軽いカメラが欲しいと思っている、そこのあなた、車を所有している方限定となりますが、今回このキーレスカメラを紹介します。商品の仕様や特徴、これらをしっかりと紹介していきますので、ぜひ動画を最後までご覧ください。開封の儀、表裏、この時点でとても軽いです。はい、取説、こちらすべて日本語表記です。カードスロット、こちらに録画したカードを入れてパソコンに差し込み映像を取り込みます。そしてこちらが本体、おお、ちっちゃい、めちゃめちゃちっちゃい。表裏、こちらキーですね。このボタンを押して、こちら何か引っ掛けることができます。でボタンですね。でここを開けると、すごいすごい、これ今こちらこれを開くと、はい、何もないんですけども、これですね。これをこう見てください。外すと出てくると、中に充電のマイクロ SD とカードスロットが入っております。こう隠す、こちらなんとカメラです。カメラの特徴について、こちらの商品ズバリ置く場所に困らない超小型カメラです。7センチ、3センチ、厚み2センチ、なんといっても重さは35グラム、とても軽いです。めっちゃめっちゃ軽いです。キーレス型のため、どこに置いても不自然さはあまり感じられません。自由度がとても高く、様々な状況で撮影をすることができます。作りがしっかりしていますので、一見すると本当に車のキーそのものです。そして最大のメリットは超軽いです。とても軽くて持ち運びが便利、ポケットにも、はい、入ります。そんなわけで、とっさの場面でもさっと取り出すことができます。窃盗や犯罪行為の証拠撮影、大事な交渉時の記録以外にも、子供やペット、高齢者の見守りカメラとして使用することも全然できてしまいます。商品の仕様について、まずは動画については、解像度は 1980×1080、 動画形式は AVI、 映像比率は4対3です。フレームレートは 30fps。 続いて写真、静止画について、形式は JPEG、 解像度は 2592×1944、 使用できるカードの容量は 8GB から 128GB まで対応しております。ちなみに1ファイルは10分ごとに自動的に分割されます。こちら電源についてはリチウム電池を内蔵し、連続再生時間は3時間です。なお AC アダプタから給電をすることによって、なんと24時間連続撮影することもできます。充電時間は約2時間です。簡単ステップ撮影について、録画方法は超簡単、直感的な操作でかなり使いやすいです。まずは電源ボタンを長押し、まず電源ボタンは一番下です。こちらですね、撮影録画ボタン、最後赤外線ボタンとなっております。でここにあるのがステータスランプ、ここで明かり青とか赤とかが光ります。では録画をしていきたいと思います。まずはマイクロ SD カードを入れます。今回は最大の128別売りです。ではカードを入れていきます。入りました。まずは電源ボタンを長押し、これですね、ここの一番下、これを長押しします。長押し、光りました。はい、スタンバイ状態です。青ライトが点灯し消灯、その後赤ランプが点灯すると準備が完了、スタンバイモードに切り替わります。なおこのスタンバイモードから1分間は操作をしないと電源は自動的に落ちます。でカメラ部分はここですね、右側がレンズで、左側が赤外線ライトとなっております。動画いきます。真ん中のボタンを3秒以上長押し、はい、1、2、3、赤ランプが3回点灯し、録画が開始されます。録画されている状態だと思われます。録画されている状態だと思われます。いかがでしょうか、映像音声はいかがでしょうか。こんな感じで録画されております。どうしましょうね。はい、というわけで、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、では愛犬を紹介させていただきたいと思います。はい、こちらです、ナビーでございます。今日洗ったばっかりなのでふわふわです。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。5時半ですね、なんですけども、撮影ボタンを1回短く押すと、この状態から写真撮りたいと思います。
体、検知機能について周囲の動きに反応して自動的に録画の開始、停止をすることができる動体検知録画に対応しております。この動体検知録画を行うことによって無駄な撮影を減らすことができます。操作方法を説明していきます。スタンバイモードから暗視ボタンを1回押すと青、赤、ライトが6回点灯後消灯し、動体検知モードがスタートします。この検知モードが作動中に暗視ボタンを1回押すと動体検知が解除され、スタンバイモードに戻ります。夜間撮影に対応、こちら赤外線モードで撮影をすることができます。こちら今赤外線モードが真っ暗な環境下でもこの赤外線モードを使うことでモノクロで撮影が可能です。結構暗い感じの場所に今おります。映像を撮れておりますでしょうか。こんな感じでございます。操作方法についてはスタンバイモードから赤外線ボタンを3秒間長押し、自動上書き録画機能について、マイクロ SD カードがいっぱいになってしまうと自動的に上書き保存がされていきます。こちら途中でカードが容量不足で録画が止まってしまうということもありませんので、安心して使うことができます。いかがだったでしょうか。証拠収集は今や探偵やビジネスマンだけではありません。時に自分を守るために必要な危機管理アイテムとなります。ストーカー、いたずら、嫌がらせ等をしっかりと証拠収集、撮影したデータはお使いのパソコンへ転送保存ができます。なおこちらタイムスタンプ機能もついておりまして、日付設定ができるモデルです。一度パソコンで日時を設定すると、写真やビデオ撮影の際に証拠の精密さを上げる秒単位までのタイムスタンプを表示することが可能となります。ぜひこの商品興味が出てきましたら詳細をご覧ください。監督のこの監督でした。また次の動画で会いましょう。超軽いんですけど、車持ってる方は激推しです。でもとっさの場面に、まあ監督車持ってないんですけども、どうでしょうかこのビジュアル。様々な状況、暗視録画をスタートさせること、トイプードルの12歳でございます。ふー